坂井忠勝は、江戸時代初期の大名。越後高田藩主、信濃松代藩主を経て、出羽庄内藩の初代藩主。坂井佑江門の城下、第七代当主。文禄三年、坂井家継の長男として生まれる。厳服した際には、主君、徳川秀忠より変期を配慮し、忠勝と名乗った。慶長十四年一月二十三日、宮内大輔に任じられる。 玄羅4年3月、父、伊継の死去により24歳で家督を相続した。しかし、相続後間もない玄羅5年3月に、越後高田藩十万国から品野松代藩十万国に違法されている。それから3年後の玄羅8年6月7日に、もがみよしが改役されたのに伴い、では庄内藩十三万八千国に加造され、違法された。 将来に入部後は交通の要所を坂田の亀ヶ崎城に変えて、かつて大宝寺氏が拠点としていた、鶴岡城を居城と定めている。しかし、亀ヶ崎城,城も存続を許され、昭藩としては異例となる二条を持つことになった。ただ勝は居城とした鶴岡城の整備に努めたが、完成するのは孫の中義の代となった。入部直後の検知では、表高よりも、 実力か大幅に増やすことに成功した、反面、過酷な調税につながり、鶴ヶ岡城の不信などもあって、領民の調産につながっている。特に寛永11年には、ゆざざとのお肝入りであった、高橋太郎左衛門が、幕府に直訴しており、反省は揺らぐ一方であった。忠勝晩年の寛永19年となって、改役され、忠勝に預けられていた弟の忠重が、 忠勝に、着難中あたりを拝着させ、忠重の子忠こに、将内藩を継承させようとする、堺長俊主一件が起きている。この時、筆頭家老、高力機兵らを追放されており、中あたりも拝着されかかっている。しかし、拝着となる前の商法4年10月17日に、忠勝が死去したため、老中、松平信綱の裁定により、 中東が家督を相続している。カ馬、全左衛門。旗本戸川阿弥の養子。後離縁、リエン。阿は、越後騒動に連座して、南部藩預け。交代で、松城十万国の松平忠政が、越後高田二十五万国に違法。入部後に忠勝の弟、直樹の医療を編入するなどして、最終的には十四万国となっている。 ありがとうございます。